4時となりましたでしょうか。まだですけど始めたいと思います。5月22日のもうすぐ4時ということで、ミタスラボ始めたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ね、この暑い中、今日暑いですよね。暑いですね。どうしちゃったんでしょう。明日からはなんか、お願いします。ぜひエアコンの方を、来てくださってる方、今日ね、3回目なんですけど、はい、1回はね、付き添いという形で、付き添いなのに私、庄司さんにこう、いろいろコメント振っちゃうっていう状態だったんですけども、名前言っちゃいましたけども、自己紹介の方お願いします。はい、西小川で、エステサロンをやってます。フリーダムの庄司と申します。よろしくお願いします。すごい、庄司さんね、最近なんか変化があったみたいで。そうですね、うん、今までは、西小川の中でも、ちょっと、アパートの一室を借りて、サロンやっていたんですが、はい、今回移転の方をしまして、ちょっとだいぶ広くなった一軒家でやっております。すごいですよ。うん、そう、A 店ですね。でも私もすでにね、何回かお邪魔してるんですけれども、すごいね、大きくなってて、すごい広くって、そう、で、私貸し切りなんです、いつも。時間帯もわがまま言わせてもらっているので。ただね、庄司さんのね、エステサロンって普通エステサロンって言うと新規の顧客をゲットしなければとかってよく言われると思うんですけど、一切それしてらっしゃらなくって、もう口コミだもそうなんですけど、リピーターの人がすごく多くて、時間帯によっては本当予約が取れない店すごいんです。でなおかつ庄司さんね、エステサロンって言うとこういろんなコースを売ったりとかね、こんなものを使ったらどうでしょうかっていうのを一切なくて、お客さんである私の方からお願いだから美顔器を売ってくださいと、何回か何回もこう言って初めて売ってくれるというシステムのとこなので、安心して、ね、本人で、ね、売るの嫌いなんですって。ちょっとね、まあもちろん天板商品もいいもの揃えてはいますけれども、お客様とのね、会話の方が楽しくて盛り上がっちゃって言うの忘れちゃうんです。本当ですよ。この前クリーム買うのにもすごい庄司さんに欲しいんだから欲しいんだからで何回も何回も言って売っていただけるというちょっと不思議なねエステサロンなんですけど、だからこそ安心して行ける店なので、まあ行ってみたいなと思ったら粘り強く連絡してくださいとしか言えないんですけど、でもね、他にも庄司さんっていろんなことを自分から発信するんではなくて、人に言われたからもうしょうがない私やってやるっていう頑張るよっていうことをやられ始めたということをちょっと私聞いたんですけど、例のお見合いの話ですか。そうなんです。最近のね、男性女性ってちょっと恋愛もうちょっとね、恋愛っていう言葉自体から離れてるものですからお聞きしたいんですけど、最近どうなんですかね。そうですね、ここのところ5月は2組のまあ、合コンとはちょっと違うんですけどね、うん、まあ、本当に結婚したいよ、付き合ってる人が本当に真面目に欲しいよっていう、まあ、30代40代前半までの方、うん、ごめんなさい、それ以上の方はなかなか大変なので、うん、そう、まあ、確かそうでしょうね。まあ、そういう方たちのね、まあ、出会いの場を提供はしていますね、はい、うん、30代40代の方ならば、それって庄司さんって別にそういう仕事されてるわけじゃないじゃないですか。全くもって、まあ下心はないことはないですよ。下心はない、まあそこからね、正直だわ。まあそこからまああわよくばいいね、うん、ほら、うん、結婚のね歩みとなった時は、うん、じゃあブライダルで来てくださいとか、うんうんうん、そういったことはありますけれども、だけど別にそれも強制ではなく、ね、うん、まあたまたまお客様から、うん、そういうね、出会いがない方、あとうちの会社の男の子がね、うん、っていう話が本当に多いもんですから、うん、じゃあ私もちょっと飲みたいし軽いノリでお見合いの手でまあ飲み会を時々開催してる、まあそんな感じですね、うん、どうなんですか、そういうところに、まあね、出会いの場ってなかなかないっていうのが正直なところだと思うんですよ、こうタイミング逃したりとかいろんなことがあると、今のやっぱこうってやっぱそういうの多いんですか。そうですね、まあ、30代になってくると、うん、皆さんほら
仕事的にも、うん、今もう女性も社会進出をかなりしてますの で、あの一番こう責任をこう持たされてきて、うんうん、油が乗ってる時期っていう、うんうん、もう男性も女性も、ね、でそこに一生懸命になっている間にあのふっと我に返った時に自分のこのプライベートがなかなかこう仕事は充実していても充実してないってことに気がつく、うん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 、そんな時があるんですよね。あるんですよね。で、そういう時に、あの、なんでしょう、たまたま、そういうお話を聞いたりとか。うんうんうん、でも、すごいですよね。庄司さんのところに、こう、そういう話が、こう、舞い込んでくること自体が、すごいなって私ちょっと思うんですけど、普通そういうのって、婚活のなんかお手伝いしますとか、すごい言ってればわかるんですけど、どうやって、こう、その匂いを嗅いでくるんですかね。まあ、でも基本的に、ね、まあ、うちのエステサロンってもう一人のお客様に2時間という時間をかけるところですから、あの、まあ、お客様と結局2時間密な時間を過ごして、うんうん、まあ、月2回皆さんいらっしゃるし、もう多分いろんなお話をしていく中でたまたまそういう方が多かったっていうところですかね。うんうんうん、まあエステサロンに来る方ってね、美意識高い人がやっぱ若い子は多いと思うんですよ、うん、で、まあ、庄司さんのところはね、本当に正直言って2時間どこじゃないので本当にいろんな話もさせてもらうし、いろんな勉強もさせてもらうし、情報交換の場として最適じゃないですか。だから庄司さんならきっと誰かいろんな人知ってるなって思うんですけど、ただね、女の人がバーって来るのはエステだからわかるんですけど、そこに男の人がちゃんといるっていうのがすごいなって。まあ、それもお客様のつてというか、あのお客様からやっぱこういう男の子がいるんだけどね、本人ではなくって、うん、こういう子がいるから誰か紹介してあげてほしいんだけどいないかなみたいな。そう、それもありますし、まあ、私自身があの、まあ、自分の楽しいことをやるのが大好きですから、うん、あの知ってます、まあ、ゴルフのお友達にしろ、あと、そうですね、飲みに行ったりとかしてね、うん、こう仲良くなってる、ね、人たちとか、まあ、いろんなやっぱりこう、うん、コミュニティが、そうですね、あるんですよね。あの庄司さんのコミュニティって、うん、なんかなんとなくつながってるんじゃなくって、結構広い範囲でこう濃いのがいっぱいあるような気がするんですよね、話をいつも聞いていると、うん、そうすると庄司さん自体をこう信用できるから、庄司さんなら何とかしてくれるかもしれないよねっていうの、うん、多分思われる方多いと思いますよ。だから頼れるんですよね、多分みんな。そうですかね。まあ、私は多分本当皆さん周りにあの本当に恵まれていますので、あの本当周りの方たちがね、いい方たちが多くて、うん、で、あのこの私でもね相手にしてくれるので、いや、うん、あのそう、庄司さんをこう何変な人紹介しないだろうって、結構さ人を紹介するのってさ気を使うじゃないですか、うん、だって変な人はもちろんね、何あの人って言われたら自分も困っちゃうし、うん、でもなんか軽いノリで合わせても年齢的にちょっと違うよなとかなるから、そこのとこ結構お願いする人も相手の人をこう紹介してくれる、返してくれる人を見るじゃないですか。すごいなと思うんですけどね、うん、まあでも基本的にね、あの自分も頑張りたいから、うん、人から、うん、あのいいエキスを、うん、パワーをもらいたいので、うん、やっぱり喜んでるお顔とか、うんうんうん、そういうのが自分のね、あの力の源にもなっていますし、うん、あのまあ、それこそ女性の応援団でありたいなと思ってますから、うん、まあ、これはもう本当にたまたまです。でもあれですよね、うん、そのなんか飲み会というかこうな、そういう席があって行った時にもやっぱあの今の男の人どうなんですか？そうですね、やっぱりシャイな方が多いですよね、まあ、女性も男性も、あ、うん、そうだからやっぱりこうお仕事の顔とプライベートとまた違うね、うん、お顔がね、そうでしょうね、うん、でもすごい興味があるんですけど、それもし何、私もちょっと庄司さんだったらみたいな形になったらお願いすればっていう形なんです。それとも、まあ、でも私思うのに庄司さんはちゃんとその
紹介してくれたその話も聞いてるだろうし、ご本人だったらご本人の人となりが分かってて紹介するからすごくうまくいく可能性というか確率が高い気がするんですけどね、うん、そうですね、うん、やっぱりやみくもにやっちゃったらそれはあの商売になってしまうので、そうやっぱりあくまでもこれは、うん、あのまあ、ボランティアって言い方はおかしいですね。私もすごくこう楽しませてもらっているので、うんうんうん、あの、あくまでもあの自分のところをあのにつながっている方のみにはなってくるんですが、うんうん、まあ、先ほどね女性のこう応援団って言いましたけれども、うん、すごいですよね。そう、あのね、今のその応援団っていうところから入っていくんですけれども、はい、あのちょっとねいろんなこうお仕事されててなかなかこううまくいってないよっていう方もね、ちょっと不祥事さんの方でフォローアップというかしてくださるっていう形で、私の方でもねちょっといろんなことをこう行動に今移しているところなんですけど、庄司さんってサロンを始めてもう何年経つんですか？そうですね、サロン始めてからは丸3年くらいですかね。でもその前もいろんなことをやられてるじゃないですか、うん、もう、うん、あの私もね通ってるのでいろんな話で経験談を聞かせていただくとすごいなっていうあのことが多いんですけど、それ何かというとすごいいろんなことを経験されてるじゃないですか。であの女性だとこう経験がなかなか難しいようなこう立場だったりとかね、いろんなこともやられてて、まあ、これはねサロンに無理やり予約して行っていただければ話聞けると思うんでここでは言いませんけども、その中でね庄司さんができることちょっと話をねしてもらえたらなと思うんですけど、庄司さんの得意なじゃないんですけど経験、私ねいつも思うんですけど、はい、突然なんですけど、はい、いろんなこうコーチングとかされてる方でもすごい勉強することはすごいされるんですけど、それを生かしてなくて、経験していないのにこうするとうまくいくよっていう方がいらっしゃるのが本当に普通一般的だと思うんです、でそれでうまくいく人ももちろんいると思いますし、頑張れば皆さん成功するというか自分のねこうなりたいができると思うんですけど、庄司さんのねお話とか私も今これから気をつけてるのは、経験したことによって学んで経験したことっていうそのがっつり2つが合わさってだと思うんですけど、その中でね庄司さんがこれからねそういうの困っちゃったなっていうどうしようかなっていう女性を応援するっていうことに関しては、どんな講座をちょっとされるのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って今日来てくださってはいるんですけども、はい、うん、得意なことじゃないですけど経験したことの上で、お話ししてくださることをちょっとね今紹介してもらいたいなと思ってます。はい、そうですね、うん、まあ、女性でねこれからね起業されたいっていう方ってのは本当に大勢いて、うん、そうですね、で私もね、ねご相談を受けることもね、うん、よくあるお話なんですけれども、はい、じゃあいざ、皆さん自分でね起業しようって思った時に、うん、本当に自分の中でこうなりたい自分っていうのは夢見ると思うんですよ、はい、そう、その夢を見るためにがっつりとこう足元をきちんとこう踏んで行かれる方ってももちろんいらっしゃいます、はい、だけど大概はこうなりたい自分、うん、でなるべく資金がかからないところで、うん、なんとなくの流れで始めちゃう方がとても多いかなとは思うんですよ、はい、でその結果やっぱり最初は少額で 何か始められたとしても結局はまあ、要は仕入れがあるようなお仕事だったりとかするとやっぱ赤字赤字赤字で3回もねそう3回も言ったけど言ってしまって、まあ、事業として成り立たないで変な借金ばかり抱えて、まあ、1年後ぐらいにはなくなっていく、まあ、私と同じような、うん、まあ、自宅エステのサロンさんですとか、うん、そういう方も何人もそういう方見ていますし、そうですね、はい、聞きますよね、はい、でやはりこうそこの中ですごくちょっと今日難しい話するかもしれないんですけれども、自分がねこうなりたい自分を叶えるために自己啓発セミナーみたいなのはもう本当たくさんあると思うんです。多いですよね、うん、本当にでそういうところにこうね、行かれて、まあ、夢はたくさんそういうところで持ってください、うん、それを自分のものにしてください、うん、私がお話しできることの中の一つで、まあ、資金調達とか、うん、あと助成金制度をどういうふうに利用していくのかっ
ていうことを、はい、今までの経験上、うん、お話がね、できることがね、多分たくさんあると思うので、うん、そういうことをね、やっぱ講座の中でね、伝えていきたいなと思って、まあ、今ね、並木さんともね、お話ししているところなんですけれども。そうなんです。実を言うとね、そういう感じなんですけど、うん、本当にね、こう、やりたいこととか、夢とかを持って始めても、ちゃんとしたね、基本的なことが分かってないっていう方が本当に多くて、そこのところをね、ちゃんと、フォーカスして、項目にフォーカスして、ちょっとお伝えできればと思ってるんですけど、でもね、資金調達とか助成金って数字が絡むと、急に女の人、無理とか、うん、分からないとか、でもそれ分からないと、起業って基本できないじゃないですか。そうなんですよね。そう。でもそこみんな避けちゃうんですよね。うん、その気持ちはね、分かる。私も分かる。だけど、それをちゃんとしないと、来月がどうなるとか、この先どうしようとかっていうことも全く分からなくなってしまうので、私のね、場合は助成金は全然使っていないんですけれども、ちょっとね、お話を聞いたときにね、そんなにあるの助成金って。そうですね、制度としてみたらもう本当にたくさんありますね。ちょっとね、うん、その辺でね、一部だけね、ちょっとお話ししてもらいたいなと思ってるんですけど、ね、私たちやっぱ女性なので、女性も関係するんですけど、まあ若い方とかね、シニアの方とかって、本当に今起業してる方が多いので、ちょっとそういう人たちに向けてのね、私はね、助成金分かりませんが、経験してて勉強されてる方なので、ちょっとそんな話してもらってもいいでしょうか。そうですね、今インターネットなんかでもね、うん、かなりね、助成金の項目って出てるんですよ。はい、はい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 、見たことあります。要はね、行政書士さんであったりとか、うん、そういうところでホームページ持ってるところなんかは、はい、そんなことをチラチラって書いてあったりとかもするんですけれども、うん、はい、ね、そこの中で未来サポっていう要は国がね、発行するこう助成金のね、最新のね、制度が、はい、インターネットなんかでも見れます。未来サポってカタカナですよね、はい、で、はい、そういうのでこう調べられる方もいらっしゃるし、あと女性のね、悪いところで、うん、スマホはね、使えるんだけれども、それ難しいことは調べたくないっていう、アナログな、めんどくさい。読みたくない。そう、うん、はい。まあ、そういう方はね、そういう専門の方もいらっしゃるから、そうね、うん、そういうところに頼むのも一つの手だとは思うんですが、うんうん、まあ、でも、少額でね、やっぱりね、女性の方はね、少額資金で始められる方が多いので、ですね、やっぱり自分でね、足を稼ぐしかないので、そうですね、うん、で、やっぱりこう内容的なことっていうのはね、うん、今このね、場じゃ、お話しすることはできませんが、そうですね、まあ女性とか、あと若年層、うん、あと55歳以上の、うん、方が、資金繰りをするための、うん、資金繰りをね、考えるための助成金っていうのたくさんあります。で、その中のヒントとして今に未来サポっていう、うん、そこ、ね、それをお伝えさせてもらったんですけれども、はい、まあ、今日は女性起業家の、うん、に絞ってお話の方をさせていただきますけれども、はい、お願いします。やっぱり一つとしては、女性の特徴としてみたら、男性よりも、うん、まあ、起業する年齢が割と低いです。そうですよね。うん。20代で普通にいますし、そうなんですよね、30代ピークですし、うん、40代になっても普通にやりますよね、うん、っていうのはやっぱり、男性っていうのはある程度社会人生活の中で責任を持たされる立場で、そうですね、そう、で、そこの中で自分の形を割と持ってから起業される方が多いので、うんうん、何かのきっかけがないと逆に起業をしない、もう筋道しっかり立てて、うん、俺はこれでいくって決めてから起業する方が多いってことですよね。そうですね。で、女性の場合は、うんうん、やはりこう結婚を機に家庭にね一回は入られちゃう、はい、またお仕事フルタイムで働いていたとしても今度は出産を機にパートに変わられちゃうとか、うん、あとそこでお仕事を一回辞められちゃう、うん、そういう方が多いので、うん、そうやっぱりね、社会生活が男性に比べてすごくこう短い、だから実績年数がやっぱ短い方が多いですよね。だって昔からなんか結婚しても仕事を辞めなくても、やっぱ出産したらちょっとね、うん、そう休まれますからね、うん、でもちょっと落ち着くと、うん、やっぱりいろんなことをね、うん、まあ私もこうなりたい自分も出てくるので、うんうんうん、そうするとやっぱ趣味をまず持つようになる、
あの人とのつながりを持つために、うんうん、で習い事に行こうとか、そうですね、はい、それがこう、まあ、私のお仕事であるこうちょっと美容に関しての趣味、あとは並木さんがやられてるお花に関しての趣味とか、まあ、本当にあとはいろいろありますよね、ビーズアクセサリーとかね、今本当に多いですもんね、うん、そう、某サイトなんかではフリマサイトなんかでは、うん、自分でハンドメイドをしたものをこう、うん、売ってますかね、売っておられる方もいらっしゃるし、うん、だから趣味を仕事にする傾向がやっぱり強い、うんうんうん、そうですね、うん、っていうことはやっぱ個人事業主、うん、小売店がもう圧倒的多数っていうことですよね、うん、そうなってくると、うん、あのやっぱり小予算で始めたい、うん、でも仕入れは絶対にあります、うん、いりますよ ね、 ね、売るものがないのそうなっちゃう、うん、だからやっぱり1ヶ月の、自分の売上と仕入れと、じゃあどこかね借りるんだったら家賃で、いろんなこうね経費っていうのは関わってくるので、その経費を1回出してみて、うん、で1ヶ月の事業計画、それを半年の事業計画、うん、1年の事業計画、1年後の事業計画って、まあ、要は足元を見ながら自分の、うん、夢を追っていくためのお金の計画もちゃんと持ちましょうっていうことを、まあ、私的にはこうお伝えしていく、うん、で、まあ、そこの中で一つの手として助成金ですとか、うん、まあ、融資制度がありますよっていう、使わない手はないですもんね。そうですね。知らないだけですもんね。そうですね。うん、私なんかも使っておりますし、うん、まあ、そういったことはね、またいろいろとね、興味がありましたら、そうですね。うん、でもそこってね、避けられないとこなので、で売上っていうのは、あ、売上じゃ利益か、利益は売上から原価とかいろんなかかったものを引いたものだって、そこの単純の引き算はできていても、そこもちゃんと戦略的に考えていかないと、無駄なお金で、あ、これ助成金使えば。ね、すっごい得なのにっていうのがあったりとかすると思うんでね、その辺はね、やっぱりね、ちゃんと使ってらっしゃる庄司さんが実体験からして話してくださると思うんです。事業計画書って、ええ、これまた女性って書きたくないし見たくもないし知らないしみたいな、なんか三拍子揃ってるような感じがするんですけど、これっていうのもちゃんと庄司さんはやられてるから教えてもらえると。そうですね、まあ、事業計画書を、うん、まあ、それは細かい、まあ、家計簿の延長線上のようなものなので、そうなんですよね、そうなので、まあ、こちらはこちらとしてね、詳しい書き方とかそういうのはここの場でお伝えすることはね、うん、ちょっとできないんですけれども、はい、うん、でもその前に一番本当はやらなくちゃいけないことがあるんですよね。ここポイントってことですね。そうで、こうなりたい自分を作るために、うんうん、自分のキャリアですとか職歴ですとかアピールポイントをきちんと短い言葉で理念にするっていうこと、うん、そう、理念ってね、すごい必要なのに、うん、皆さん結構理念っていう言葉にガーンってやられちゃって、そんな難しいことって言われるんですけど、そうでもないんですよね、そうでもないんですよね、本当に簡単なことです。そう、うん、私なんかは理念として持っているのが、やっぱみんなが笑顔でいられて癒しの場を作ることって、うんうんうん、もうたったこれだけですよ、うん、理念ってね、難しいことをなんかね、うん、そう一流企業みたいにバーってじゃなくて、でシンプルで、うん、こう本当に短い言葉で十分じゃないですか、伝われば。だからそこのところ理念っていう言葉を聞いただけでゾッとするみたいなね、うん、でもずら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 長いね、うん、言葉を並べ立てて専門用語をねたくさん言ったところで、うん、人っていうのは本当シンプルな言葉しか、そうなんです、入ってこないですもん、うん、そんなのできないですもんみたいな。だから理念をきちんと作ること、その後に営業方針っていうのは、はい、だから順番がちゃんとあるんですけど、ね、うん、結構女性の方って飛ばすんですよね。そうなんですよね、気持ちはわかる、うん、でも飛ばしちゃいけないところっていうのがポイントっていうのがあるもんですから、そこのところをちゃんとしなきゃいけないのと、知らないと損することは知っといた方がいいと思うんですよ。いろんなことはそうだと思う、仕事もそうですけど、例えば美容のポイントにしてもそうだと思うんですけど、ポイントは逃さずね、しっかり分かってた方がいいなと思うんで、これをね、そう、庄司さんちゃんと講座として持ってくださってやってくれるんで、もしね今
そうなんだよね、そう分かってんだけどねっていう方とか、これから始めたいけどお金がさっていう方がもしいらっしゃったらね、ぜひねこの講座の方を受けてもらえればなと思っています。ね、庄司さんすごいサロンをやってるんですけど SNS やってないんですよね。そうなんです。だから私のでもいいです、ミタスラボでも全然私の方の、ブログでもいいんですけれども、私の方もこれから発信、まあ、してる、今も始めてもるもんですから、これからそういう問い合わせが増えてくると思うので、早めにね問い合わせいただいた方がもちろんいいと思うんですけど、でもねそう、よく一般的にはねブログ書いて Facebook で友達申請をたくさんして、でなるべく Facebook も一日何個か上げましょうとかいうのがあるんですけど、それなくてもね普通に予約の取れないサロンにさせてしまった庄司さんが生でいらっしゃるので、そういうとこでもね別になんか私はこうしたいとかっていうのがあれば、サロンのことに関してはね庄司さんに聞いた方がいいと思います。究極の営業なんですよね。そうですね、営業をしない営業、そう口コミのみでこんなにお客さんがいらっしゃってて、で実はね私の生徒さんとか知り合いの方も何人かいらっしゃってるんですけども、この日は予約取らないでねって言ってしまうぐらいに当たるとちょっと取れなかったりとかするんですよ。でもそれって本当に理想なんですけど、さっきね庄司さんが言った理念とかね、そういうものがちゃんとあって助成金もちゃんとしててっていうのが基本にあるからこそ、庄司さんが心がこう穏やかでいて、いやちょっと困ったお金がねとかっていうのが全くない状態なので、多分皆さん来るし、私がお願いしてお願いして頼んで美顔器売ってもらえるっていう状態って結構ね皆さん目指してるところだと思うんですよ。ただ今回の話はサロンの方だけじゃなくてもね、他の方に当てはめることができるので、ぜひね聞いていただいて、知らなかったんだよねとかね、もったいないですよね。そうですね、本当にただただこう品物を売る、うん、まあ、それも散々やってきたからこそ、うん、言えることなんですけれども、うん、それ経験ですもんね。そう、まあ、もう本当に経験、まあ、それがあったからこそ今は営業をしない営業が成り立っているすごいですよ。そう、だってただもう先ほどの自分の起業をするために、うん、まあ、理念はきちんと作りましょうっていうところに、はい、商品はこちらこそもちろん並べておいたりとかそういうことはありますよ、うん、はい、まあ並べてない時もあるかな知ってるありますけれども、やっぱお客様にこういうものが何かいいものないかしらって言っていただけるような、うんうん、言ってます。そう、そこで初めてまあ説明をさせていただく、うん、まあもう本当に売り物としたら私自身と、うん、あとまあ私自身買ってくれませんけれども、まあまあエステの、うん、その癒しの時間と笑顔の出る時間とかね、うん、もうね本当にすごい眠くなるんです。すごい疲れて眠くなるんだけど、もったいなくて寝れないんですよ。喋りたいので話聞きたかったりとかするので、でもね、それで疲れが寝たから取れたんじゃなくって、気持ちが心が満たされたから。満足して帰れるんですよね。疲れが取れるっていう。で、明日からも頑張ろう。いやいや、今から頑張ろうみたいなことになるのでね。フリーダムさん、焼津市にありますけども、なかなか本当に予約取れませんので。まあ、ご興味がある方は、一度お電話だけください。ね、ちょっとご新規様がね、今なかなかこう、取れないような状況で、そうなんです。それでもね、夜の時間帯はね、従業員もおりますから、うん、夜の遅い時間だったら取れる枠もたまにあります。でも結局、夜遅い時間に行ったらそのまま帰って寝れるっていう特典があるじゃないですか。そうですね。それもいいかもしれないので。うん、ただ、6時枠、7時枠はもうちょっと本当に新規の方はやっぱ取れなくて、本当にそれよりも遅いね、8時枠とか、そういう。でも8時枠でもやってもらえるってなかなかないですよね。そうですね。まあ、その代わり私もこうやって、まあ、今の時間帯は、うん、逆に夜皆さんがね、一番来られるので、今の時間帯は私も今昼休み。ね、撮ってますから。昼休みに来てくださって。すみません。ありがとうございます。はい。でもね、本当に興味のある方は、ミタスラボ、私の方の Facebook なりのブログの方見ていただければ、こういった話をどんどんしてきますので、で、問い合わせは全然 OK なので、で、
できればね、あってっていうのもあるんですけど、ちょっとそれだけでもこだわらずにね、本当に焼津とか静岡とか藤枝とかではなくても、遠い方でもね、お話の方をさせてもらおうと思っていますので、お気軽にお問い合わせだけはいただければと思ってます。はい、今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。すごい貴重な昼休みありがとうございます。続きましてはね、ゆっぱさんのここだけの話になりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、これもらっていいの？あ、そうそうそう。